ホンダ RA271。ホンダ RA271 は、ホンダが F1 世界選手権に参戦するために開発した、日本初のフォーミューラ1カー。1964年、昭和39年代6戦ドイツ GP でデビューし、同シーズンの参戦のみに使用された。RA とは、レーシングオートモービルを意味する。二輪レースの世界で成功を収めたホンダは、 四輪メーカーとして、市場参入を果たした1963年、昭和38年に、第一世界選手権への参戦を目途に、エンジンの開発を開始した。横置き V 型12機等を前提とし、同年中頃から、最初のエンジンとなる RA270E のベンチテストを始めた。当初は、エンジン供給のみを予定し、同年秋にチームロータスの打診を受け、 改良を加えた RA271E を翌1964年シーズン初戦のモナコ GP から供給するよう準備を進めた。1月にはエンジン評価用の車 CRA270 によって鈴鹿サーキットでの実装工テストが繰り返されたが開幕直前になってロータスとの提携が一方的にキャンセルされたためホンダは新チーム体制の構築とともに 急遽シャーシを開発した。8月2日決勝のドイツ GP に目標を定め、6月中旬に完成した RA271 は荒川テストコースでの簡単なチェックを経て、7月にザンドフールトでロニー・バックナムによりシェイクダウンされた。なお、RA270 の設計者であるババトシツグによれば、ロータスへのエンジン供給という話に関係なく、 ホンダは最初から独自参戦を目指しており、RA270 と並行するように別チームで RA271 ーシ開発が進められていたという。RA271 の特徴としては、モノコックボディとストレスマウントの採用が挙げられる。エンジンをシャシーの構造部材、ストレスメンバーの一つとして使うストレスマウントは、当時レーシングカーにおける、 最先端の技術だった。RA271 では V12 エンジンを横置きで使用するという独特のレイアウト上、リアサスペンションをマウントするためのフレームを置ークスペースが取れなくなってしまった関係で、写真デザイナーの佐野が苦肉の策で採用したものだった。当時はまだ下一でもパイプフレームもしくはモノコックの中にエンジンを収めるのが一般的であったため、 ストレスマウントを採用した RA271 は驚きを持って迎えられた。ただし、完全なストレスマウントではなく、モノコックの後ろにパイプ組みのサブフレームを取り付けて補強していた。アルミ合金製モノコックモロータス25、1962年に始まる新技術だった。ホンダは主にシャジーの軽量化を目的としていたが、 当時の日本ではまだ薄板の加工技術が未発達で、佐野が入手できたのは最薄で1.6ミリ厚の鉄板がやっとだった。エンジンもかなり大型だったため、初戦のドイツ GP の時点で、車重は約 525kg と、当時のレギュレーション上の最低重量である 450kg を大幅にオーバーしていた。サスペンションは前後とも、 車体側にダンパーアユニットを置く、インボードタイプ、フロントはロッキングアーム、リアはプッシュロット、リアサスペンションは上が逆 A アーム、下がアイアームという通常とは逆の構成だった。横置きレイアウトが示すように、RA271E エンジンのコンセプトは、オートバイ用エンジンの延長上に設定され、高回転、高出力を目指した。12という気筒数も、 125cc はモーターサイクルで手慣れた排気量だという計算があった。1.5リッター時代の主流は V8 エンジンであり、マルチシリンダーを採用したのはフェラーリとホダノミで、その成功なメカニズムは注目を集めた。構造は V 型6気筒にきつらねたような形で、組み立て式クランクシャフトの中央から出力を取り出すセンターテイクオフ方式だった。 一気筒あたり四バルブのレイアウトは当時どのメーカーも採用していなかった。液キゾーストパイプは三本を一つにまとめ、計四本を上下二本ずつ振り分けた。出力は12000回転で220馬力調を発生し、たメーカーよりも20から30馬力ほど高かったが、せっかくのパワーも車重と相殺され、ほとんどその効果を発揮できなかった。 ギアボックスもオートバイ同様にエンジン本体と一体化した構造を採用していた。これは横置きによる重量バランスの不均一に伴う運転性の悪化に配慮したためだったが、実践ではギアレシオを変更するたびにいちいちエンジンを下ろさねばならず、しかもエンジンにマウントされていたリアサスペンションもその都度アライメントの再調整が必要となり、整備性は著しく悪かった。 イタリア GP 以降は燃料噴射装置を搭載して一応は安定したエンジン性能を発揮できるようになったがそれに伴い発熱量が増加したため今度はシャシー側の冷却性能不足が表面化した監督の中村らは現地でオイルクーラーの増設などによりこれを乗り切ろうとしたがホンダ総一郎の意向で冷却系を含む配管はすべて金属製となっていたため 現地でこれを加工し、配管を変更するのは、非常に難しく、結局中村らは、増設を断念。このため、イタリア GP、アメリカ GP の残り2000で、バックナムはいずれもオーバーヒートによりリタイアした。根本的な冷却系の性能改善は、翌年の RA272 まで待つこととなる。1960年代当時、第一マシンの塗装は、 厳然とナショナルカラーを用いることが守られていた。最初に鈴鹿を走った RA270 は、ホンダ総一郎の意向で金箔をイメージしたゴールドに塗装されており、RA271 もゴールド色での出走を希望したが、ゴールドは当時すでに南アフリカ共和国のナショナルカラーと決められていたため、監督の中村が FIA と折衝した結果、 第2希望のアイボリーホワイトに、西ドイツのシルバーと判別を容易にするため赤い、日の丸を描き入れることになった。RA271E には、初戦こそ12連キャブレターが用いられたものの、シリンダーごとの性能のばらつきが目に余るため、次戦のイタリア GP では、早々に、自社製の低圧燃料噴射装置に置き換えられた。安定を得た1.5リットル V12 エンジンは、 高回転と高い全開率が要求されるモンザで、ホンダ独特のエキゾーストノートを発信ストレートを駆け抜け、ジャーナリストたちはこれを、ホンダミュージック名付けて伝えた。太字は、ポールポジション。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。